はい、こんにちはくんです。ということで、50人クラフト怖い人選手権、今回はやっていこうと思います。内容なんですけど、怒らせてしまった思い出、怒って怖かったことなどなどで大丈夫です。もしくは不気味という意味での怖い人でも大丈夫です。ちなみに僕にとっての不気味な人は、池子さんかな？お酒飲んだ時ちょっと怖い。一回しか会ったことないけど怖かった。同意してくれた人がいましたね。お酒飲むとちょっと怖くなります。あとは、ということで、やっていこうかなと思います。よし、まずゴリラビからだな。やっていこう。ノルノルさん、ドラクラの、ドラクラで港を作った時、植林場にちょっと被ったのを怒られてからビビってます。そっか。次、カイキング。おい、ちょっとやめろ！ノル！ノルいないぞ！あ、ちょっと待って、一瞬待って。すいませんでした。圧力がかかって、ちょっと配信、ちょっとね、続けられなくなったかもしれないです。ちょっとこの企画はね、これで、嘘です、嘘です。次行きます。おいおいおい、やめろ、俺はそんなつもりなかったぞ。次。コータン、毎日あんな手の込んだ編集した動画を出してマイクラも毎日いて、別枠の撮影も、くんさんとして、学業もちゃんとしてて、コータンの周りの軸歪んでるんじゃないの？多分ね、コータンがなんでそれができるか教えてあげようか、よしこ。コータンは YouTube が好きなんだと思う、多分。サンクキッズの誰よりも YouTube が好きな気がする。いや、別になんか他の人が、なんかビジネスとか言ってるわけじゃなくて、好き度が、コータンだけ、なんか好きすぎるって感じ。他の人も YouTube のこと好きだし、リスナーのこと好きだろうけど、コータンはリスナーが好きとかもう YouTube 活動が好きなんだよ、多分。別になんか他の人がどうこうじゃない。コータンがなんか好きなだけって感じする。次。マッチ。総分、かっこブンブン状態。ちょっと見てて怖いというか嫌な気持ちになる。ソーブーンの、なんか、ブンブーンの時、結構あれだよね。イキリタシブンブーンの時、ちょっと怖いかも。いや、でもね、あったらそのイメージ破壊されるんだよ。あったら、なんかめっちゃいいやつや、みたいな。多分別人だよね。別の誰かだよね、なんか。ソーブーンじゃないよね、多分。あれ、出てきてるのソーブーンじゃなくない？なんか。やってきてんの、多分、オフでやってきて、合ってるやつは多分ソーブーンじゃないと思うね。二人いる説は結構ある。VC でもおとなしいイメージ。いや、リアルであったら別におとなしくはないんだよね、別にそんな。おとなしい陰キャだなとか感じじゃないんだよ。ね、友達んちのお兄ちゃんって感じ。友達のお兄ちゃん感ある。わかる？言ってること。一緒にゲームしてくれる友達のお兄ちゃんって感じ。友達んちの。いやいや、わかるでしょ？なんか、ちょっとわかるかな？一緒にゲームしてくれる友達のお兄ちゃん感。多分、会ったことある人は全員わかります。陰キャじゃないんだよ、全然。全然陰キャとか、おとなしいとか、穏やかな性格とかじゃないんだよね。次。千夜、切れたら彫刻刀投げてきそう。すげえわかるよ、メス。朝日もやりそうじゃね。朝日も切れたらさ、机ガーンって、椅子振り回しそうじゃね、朝日なんか。わかる？椅子のさ、下の部分さ、持ってさ、足の部分持って振り回しそうじゃね、朝日。朝日と千夜は、切れて暴れるタイプです。机めっちゃ蹴ってそう。朝日は、後ろの席の、ちょっと陽キャの、ちょっと悪いやつから、消しゴムとかバンバン投げつけられて、寝たふりしてるんだけど、急に切れて、机ガーンって蹴るやつ。わかる？座ったまま机ガーンって蹴る感じの。お、やば、切れたって言って言われる。千夜、うわーって言う。すげえわかるわ。思い出すなー。次、海宮。ただの社会人さんで、ツイッターに彗星のごとく現れたフェミニスト。面白がって絡みに行ったら恐ろしい思いをしました。そんな人が今ではタブで同じ列にいます。ひどいことを言っても謝ったら許してくれるんでいい人だと思うんですが、思い出すだけで震えます。基本フェミは怖いからね。フェミって怖いから基本的に。言葉の火力が違った。フェミとのレスは楽しいよ。ところでフェミって何にゃ？ん？にゃにゃの味方だよ。次、倉持。ん？チャットしてないな。いないっぽいね、倉持。それ、おぱいちですね。今日マイクラ雑誌ガチサイコパス味を感じました。戦慄しました。いや、これ乗せられません。首里城ライン超えてる。なんかでも、おぱいちので思ったのは、性格診断で最初にやったら、ダークトライアドのこの性質が出て、俺にそれを見せてきて、ダークトライアドでしたって言ってるのに、ツイッターで数値の値の低いやつを自分でテスト捏造して出して、自分これでしたとかって出してるの見て、ちょっと戦慄した。怖って思った。逆はよくあるじゃん。
こう、なんでもないけど、ちょっとわざとそういう回答して、うわ、サイコパスだ、みたいなのとかさ、うわ、ダークトレードだとかあるけどさ、おぱいちさ、自分がさ、いい結果、なんか自分は善良な人間っていう結果をさ、出してるのがやばかった。逆なのの方はちょっと震える。怖い、なんか。本物感ある、なんかちょっと。次。イケコさんが怖い。元から怖いけど、私は50人入ったばっかの時、相互フォローになった時、一週間後にもうリムられた。フォローありがとうございます。挨拶すべきだったのかなって、今でも正解がわからない。怖っ。どうすればよかったの？あれだな、書きかまにそういうのアドバイス聞いた方がいいな。そういうのは書きかまに聞きなさい。だから一番わかってる、書きかまが。そういうのは。一番立ち回りがうまい。なんでフォロー解除されたらダメなの？ペッタルキ、やめなさい。女はそういうのあんの。リツイートいっぱいしてたからじゃない？あー、なるほどな。リツイートいっぱいしてたってのがあるのかも。なんで、手先どうしたの？なんでそんな、なんでさ、攻撃してんの？どうしてそんな、なんでそんな言ってんの？いろいろ。厳しいな、なんか急に饒舌になって攻撃してる。マジでわかんないから。単純な疑問です。あの、アンチのやるやつじゃん。単純な疑問なんですけど、フォロー解除されることの何が悪いんですかね？これ僕アンチとかじゃなくて、単純な疑問として聞きたいんですけど、目パチパチパチってするやつ。次。起きたらいたんですよ、犬の中に。その瞬間めちゃめちゃ面白かったので笑っていますが、冷静に言うと怖すぎます。ヒデの話は MS だね。MS が、起きたら MS がいたっていう。家を教えたら MS が勝手に入ってきたっていう。でも過失あるよね、家を教えたっていう。過失。過失だよ、それ。ヒデのミスだよ。だから俺、のちゃちゃと MS には絶対家を教えないつもりだよ。何があっても、絶対家を教えません、のちゃちゃと MS には。この二人組は来るんで教えないです。次、のりくん。なんだろう。誰だ？長月か！長月だ！長文 DM が来るのが嫌、怖くて、自分は前までビスコブロックしてた。ツイキャスマイク、俺のしつけをマイクルザツやるで、マジ。長月、そんなことしてたんだな。ズブガイ。ヤチです。自分が主人公で世界は自分を中心に回ってそうと思ってそうで怖い。ズブガイのそれ好きなんだけど。ヤチは自分が主人公だと思ってるから怖いみたいな話。絶対思ってるもん。まあわかる気はする。カメスタ。アッシーさん、VC で怒鳴ってた時は最初は冗談だと理解できず怖かった。いや、冗談じゃないよ、あれ。あれ、冗談じゃない。あれ、マジで怒鳴ってるよ、あれ。あれ、ガチだよ。だから、ウミニャもアッシーに怒ってたもん。ウミニャとアッシー、それで喧嘩してるからね。うるさすぎて、アッシーが。アッシーがうざすぎて、ウミニャが喧嘩してます。はい、コータン。陰キャ転生。言動やら何から何まで怖い。単発企画とかでの行動も理解できないし怖い。ツイッターでの言動も全部怖い。この企画聞いた時真っ先に思い浮かんだけど怖くて心臓バクバクした。今もしてる。まあ、それはそうだろうな。まあ、ちょっと陰キャ転生はちょっと怖いな。それはわかる。田辺さん代理、はい。ノルノルさん、冷静沈着の温厚でありながらその立ち姿一部の隙なし。また、一声声上げれば界隈の86ドライバー、すぐるさんを動かすその貫禄。彼女を敵に回してはならん。さきちゃん的にはこの内容代理までして頼む田辺さんが怖いです。すぐるさんって人のツイート忘れたけど見てもよくわからん。あ、大丈夫です。あの、それ、あの、イニシエのクンキッズのネタなんで大丈夫です。西田くん。何なんか誰か言えなさそう。もじもじしてる、西田くん、なんか。大丈夫か、西田。やっぱ、やめときます。どうした言えよ、西田。どうしたんだよ。なんだどうした ?S?S って誰だ ?S で怖い人。柴さん千夜怖がってる人間なんて存在しないんじゃないこの世に。この世に存在しないよ、千夜くん怖がってる人なんて。この世にいません、そんな人。次、毒。デポン、一回絡んでも何喋ってもバカ正直に返されて何も笑いに繋げられない。マジでつまんない。地球から出て行ってほしい。いや、なんかさ、でも、俺もこの前初めてデポンとまともに話したけど、デポンってさ、日本語が使えなかった頃のモンドさんに似てるんだよね、なんか。日本語が、まだ覚えたてのモンドぐらいの、なんか語彙力って感じ。デポンよりモンドの方が日本語上手い、多分。次。ドクサ、何が起きても基本的に温厚に対応していて怒った頃これまで見たことないので怒ったら相当怖いかも。怖そうだよなぁ。わかる。ちょっとその逆怖さみたいなのわかる、それ。普段怒んない人の怖いってやつ。次。ただしたか。テスタヌキさん、視聴者の頃からネギとの構想から煉獄を見ていたのに怒らせたらネザライト剣投げてきそう。だろうね。だろうね。次。ヤチです。サバイバルでネタやった時にみんなに邪魔されて VC でめちゃくちゃ怒ってて、まだ52くらいだったら入ったばっかで怖かったです。
そんなのあったっけ。勝ちきれてた。主人公だからな。次、サンドウィッチはあんの？まだないんじゃない？怖いもなんもある？おどんさんとヤニャー、まあヤニャーはわかる。じゃあストロー MS さん、エピソードとかないし人柄とかも怖くないけど、ただただディスコードのアイコンがシリアルキラーみたいな感じでめっちゃ怖い。あ、これイカオさんだよ。これ今のアイコンでしょ。これイカオだよ。イカオにめっちゃ似てる人の写真だよ。これイカオさんだから、どっちかというと怖いのイカオさんだよ。それ言うならこれ何の写真、これ載せて大丈夫なやつ、これ何、これ多分まずい。歌手なんて、歌手海蔵亮太さんって人、マジでイカオさんに似てるんだよね、この人。そっくりだよね、なんか。てかもう、このままって感じ。もうちょっとこう、シュッとしてるけど、すごい似てる。次。のののさんです。これはフィクションです。想像っていうかイメージなんですけど、気になる人の配信で出現をつかもうとしそうだから怖い。あと表で全然喧嘩してないけど、ディスコとか DM とか裏でパチってそうだから怖いです。想像ですし、イメージですし、フィクションです。お前、コロチュジョって言われるぞ。ザグ。毒状態。大人だけど、どういう精神してたらあんな文章を打てるのか全くわからない。毒状態は大人じゃなくても、なんだとしてもどういう精神状態でやってるのかよくわからん。長月。クリボーさん、お酒はめっちゃ飲ませようとするし、漏らすし、ナチュラルに法律の一線超えてる人な感じがして怖かった。いや、マジで怖い。確かに、俺もクリボーはマジでちょっと嫌かも。普通になんか、エイペックスの3ヶ月カップの商品先延ばし、なんか、俺の心理が先延ばしにしちゃってる、なんか。一応予定は立ててはいるんだけど、なんかね、二の足を踏ませてる、俺に。危険、危険、みたいな、危険信号みたいなのが灯ってる、なんか。イカオ、エイペックスの鬼。次、イニン。ヤナー君、今も十分怖いんですけど、A 転写でばかりにこれ撮影が終わってるのに、朝4時ぐらいまでずっとラボで ADHD アスレしてて、底知れない闇を感じました。その頃からあったんだな。何これ？ポリゴンは？競馬サイト。こんなことをするやつは怖いってこと？そうなんだ。こんな理解不能なギャンブルをするような怠惰な人間は怖いって。後先考えなくて自分だったらこんなことできるわけない。すごいな、ポリゴンなんか。なるほど。ディディ。テスタヌキ。ほっこりの時スイカずっと盗んでたらスイカ使うなバカって言われた。怖かった。盗んでごめんなさい。盗むな。お前か！お前だったんか。それはお前が悪くない？お前が盗っとしたからだろ。次、あのね、テスタヌキ。いつもは自然分けてくれるぐらい優しい。ディーディーが作った甲状腺の時空気読まず、ディーディーの思んないからやりたくない的なこと言ってた。怖い。まあ、テスタヌキはそういうやつだから。次、デポン。朗読くん、僕たちの命は彼のさじ加減で決まる。まあ、そうだね。まあでも、実はバンとかの時って、結構みんなの民意聞いてバンしてる。俺、むちゃくちゃなバンそんなしてないはずだぞ。大体民意通りだよ。空豆も完全に民意だね。空豆別にバンするほどのものでもなかったよね、なんかあれ。正直、空豆と赤ちゃんに関しては、もうバンするほどのものでもない。当時はなんか、うわ、さすがになんかな、みたいな感じのこと言ってたけど、今よくよく考えてるよ、マジでそうでもない、空豆に関しては。赤ちゃんの方が、全然大丈夫って感じしない？だって、放火しただけだよ。だって、火つけただけでしょ。そんな、それでバンって嘘でしょってぐらいの軽さだよな。今考えるとマジでしょうもない。今見返したら赤ちゃんちょっとかわいそう。ちょっとかわいそうだよね、空豆と赤ちゃん。バン集見ても違和感しかない。なんかバンされてるのがなんかちょっと意味わかんないよね。他はなんかまあしょうがないからみたいなバンだけど、なんかバンの中で空豆と赤ちゃんに関してちょっとなんか、そこまでやることなかったんじゃねみたいな感じがなんか、ちょっと改めて見ると思うよな。てか、ここでダヨダヨの名前出ないやったり、ちょっとって感じな気がするけど。みんなダヨダヨもそうだよって言ってやれよ。ダヨダヨもだってもう、アリマミコに対するヘイトだったけどさ、もうアリマミコいなくなったんだよ、だって。あれはガチ、あれはいらん。あいつはマジでやばい。やば、別に復活させる気はないですけど、あれは国民の民意なんだ。あれは絶対このクラフトに必要ない。あれは嫌われ番じゃないにゃ。いや、あれは国民投票の結果です。ワン。世界政府の人たち、なぜならリコーダー吹いたら怒られたからだと思う。思い出すだけで怖い。え？なに？リコーダー急に吹いたの？世界政府の VC で。バカじゃね？ VC でリコーダー吹いた。そんなバカだろ。お前が悪いわ。次、とんがり。いないね。みんな俺にビビってるよ。今のところお前の名前は出てねえけどな。次、23条。あれ？ 2 回目。テスタヌキは怖い。最近よく女ってだけで攻撃の的にされる。自分の過去に何があったのか何もなかったからなのかよく突っかかってくる。何もなかったからなのかっていうセリフ必要だった？それ。それ必要だったかな？次、西戸。西戸くん？何もじもじしてるの？総分散。人間関係とか囚われずに誰も怒れる人ってイメージでいいことだけど、そのために自分もいつかめちゃめちゃに怒られるんじゃないかと怖い。
つか何かやらかした時はしっかり怒ってほしいです。よろしくお願いします。次行きます。やにゃやにゃは自分が怖いにゃ。最近ヤナー君を演じててよくわからなくなってきたにゃ。どうしたらいいにゃ。あ、ヤナーを演じてるのか。なるほどね。ヤナーを演じてる、ヤニャーが、ヤニャーがヤナーを演じてるのか。まあ確かにな。もうすでに怖い。もうお前多いってお前ノリ。多い多い。コウタンヤチヤニャーサイコパスだとしか思えない。横で見てる。僕は違うでしょう。他二人も否定しろや。次、イマジン。ヒデ、唐突なイキリがある意味怖い。カメスタ、楽しそうだな、お前。楽しそうだな、カメスタ。わらわらわらって言って。ずいぶん楽しそうじゃねえか。ワン。ヒデさん、いつまでも言ってきそう。だから一番効くだろ、これ。この純粋な感じ一番効かない、このいつまでも言ってきそうってワンが言うの。これ効くな。パンチあるな。14歳の本音来ちゃったか。はい、テスタヌキ。一部除く女。基本男は直球で来るが、女はいつ爆破するか分からない、核弾頭。すごいな。女が怖いんだね。じじ。